野瀬城は、大阪府豊の地域に位置する町。大阪府最北端に位置し、町内は山林、田畑が多く存在する。大阪の軽井沢、大阪の北海道、大阪のチベットと表現される場合があり、この表現から推察されるように、町内全域が標高200メートル地帯で、大阪市内と6セッ10度気温差があり、夏は涼しいものの、冬は、 氷点下まで冷え込むことが多い。最高気温は夏の8月が摂氏30.9度冬の1月が摂氏7.1度。最低気温は夏の8月が摂氏21.3度冬の1月が低、摂氏2.2度特に冬場の冷え込みは厳しいこともあり、2012年2月3日には低、摂氏9.1度を記録している。 年平均気温摂氏13.5度町は中央の山並みを境に西と東に分かれており中学校の校区も同様に分けられている。最寄駅は野瀬電鉄の山下、妙見口であるものの峠を越えて亀岡、京都市内や三田、篠山方面へも向かうことが可能である。商業施設や行政施設は西地区に集中するものの豊野警察署が 東地区に存在するなど町内に各施設が分散している。鉄道駅から距離があること、また国道が整備されていることもあり、自動車、オートバイ、路線バスが重要な移動手段となっている。2020年10月19日現在、秋鹿酒造製造地種の秋鹿が知られている。関郵便局を除く各郵便局に郵貯銀行の ATM が設置されており、 西野瀬郵便局では、ホリデーサービスを実施。野瀬町内の郵便番号は、西部地域が563から 03xx、東部地域が563から 01xx となっている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、9.60%減の11,659人であり、増減率は、 不四43市町村、72行政区域で共に再開。周囲のほとんどを他府県に囲まれており、同じ大阪府の他の町に直接出る道は一本しかない。町内に鉄道路線なし。町役場へ鉄道を利用する場合の最寄り駅は、野瀬電鉄妙県線及び日清線の山下駅。なお、野町区へは、野瀬電鉄妙県線の妙県口駅が最寄りとなる。 野瀬町へ向かう阪急バスは、すべての便が、山下駅前発着となる、阪急バス、野瀬町内の各集落と、最寄り駅の山下駅、日清中央駅を結ぶ路線。旧田垣小学校の通学便として、運行されていた口山内杉原の末端区間は、野瀬小学校への統廃合で、宇田垣小学校が並行したことにより、2017年4月1日を、もって、 廃止となった。2003年6月に廃止となった京都交通の吉川線、森上線、野間線を、同年7月より、阪急バスが引き継いだ路線で、病見口駅美濃森町地区センター倉垣、野瀬町宿屋が、病見口の瀬線となる。系統番号はついていない。宿屋近辺や、倉垣河村から、奥、山内間では、西野瀬線と重複する区間もあるが、 西野瀬線のバス停とは別の専用バス停に停車する。また、ほとんど全区間で小型の簡易型バス停を使っている。また、2009年2月をもって宿や今世の末端区間が廃止となった。野瀬町内で使われている簡易型のバス停の瀬、営業所が町内路線を担当していた時代は、すべての業務を阪急電園バスに委託していた。 豊野町東地区と同様に町外の鉄道駅から町内へ向かうローカル路線であり、運行距離に伴う運賃の高さや運転本数の少なさ等があり、利用者が減少傾向にある。現在は赤字の路線に対し町が補助金を拠出しての運行がなされている。ただし春や秋にはハイキング客で賑わう。かつては電話をすると迎えに来る。 半球デマンドバスの運行が行われていたが、再三面などの理由から1997年10月に、路線の大幅見直しが行われ、デマンドバスは廃止となった。この時の路線を引き継いだのが77系統、74系統であるが、その他の大部分の路線は廃止となった。半球バスが運行していない地域を補完すべく、自治体運営の町内循環バスが運行されていたが、 2007年3月をもって廃止し、代わって NPO による過疎地優勝運送に変更されている。また森上セッ天皇館もかつて営業路線として存在した。中学校の下校時間に合わせて運転されていたため、一定のダイヤがない路線であった。通学バスは町内循環バスの車両が使用されていたが、現在は町の職員が運転するワゴン車が代用されている。 日の丸ハイヤー、一般国道主要地方道一般不動、野間の大家焼き、野間の大家焼き上場の石碑派生の棚田の初夏景色、清志博氏。ありがとうございます。